雪を見ると落ち着きます。静かで綺麗で、あ、それに降り積もった雪の中を走るのも楽しいんですよ。雪がかかったもみの木は自然のクリスマスツリーみたいで、近くを走ると気持ちいいんです。クリスマスのイルミネーションを見に行きませんか？雪みたいにキラキラしてて好きなんです。クリスマスツリーの飾り付け、絶対僕はてっぺんの星をつけるんだ。一番目立つからね。メリークリスマス。ホーリーナイトってやっぱりワクワクしちゃうわよね。ドライブもいいけど、ゆっくり見るイルミネーションもいいよね。今晩って開いてる？寮の年下のやつらがさ、サンタから手紙が来たって毎年喜ぶんだ。私が適当に書いてんだけどな。俺んちじゃさ、サンタは真っ赤なバイク乗りだったんだぜ。空飛ぶバイク憧れたっけ。クリスマスは毎年ママが花束をくれるの。花言葉のメッセージが凝っててね。今年は何かしら。あんたもクリスマスプレゼントもらえたら嬉しいわけ？あげるとは言ってないわよ。私の実家、クリスマスシーズンだけ観光名所になっちゃうんですよね。毎年ちょうちんでライトアップするので。ハッピーホリデートレコン。トレーナー室にもう行ったかい？何かあるかもしんないよ。クリスマスは寮のみんなに七面鳥を振る舞いたくてね。実家の食堂の人気メニューなんだよ。目白家では毎年クリスマスに特注の大きなケーキを囲み、みんなでパーティーをしていましたの。今日は少しだけ夜更かししても構いませんか？一緒にクリスマスを楽しみたくて。結構豪華絢爛クリスマスツリー、ベルと一緒にてっぺんの星飾り付けましょう。昔よくパパがサンタの格好をしてくれたんです。謎の覆面レスラーとマスクドサンタとして。中庭の木に後輩たちが飾り付けをしていてな。どうだろう、見回りがてら散歩でもしないか？メリークリスマス、トレーナー君。生徒会主導の催しもあって忙しい日だが、存分に楽しもう。大きなツリーを飾ると毎年必ず登ろうとするやつが出てくる。さて今年は誰かな。今日は寮でクリスマスのプレゼント交換があるの。学生っぽいよね。私のギフトは誰に行くかしら。メリークリスマヤー。チキンとケーキとキャロットメリーでちょっぴり大人なパーティーしよう。一晩で世界を回るトナカイ、その速度に耐えるソリとサンタの強靭さ、いるなら脅威だよね。寒さに対抗するには受容細胞を、いや根本的な解決には、やはり暖房の方がいいか。メリークリスマス。トレーナーさんも一緒に楽しもう。今日はみんなに幸せが届く日だもん。雪は真っ白のキャンバス、彼には立ち止まるだけ、あとはみんなが好きに描くから。メリークリスマスお兄ちゃん。天使カレンの賛美歌で魂を救ってあげるね。クリスマスも全力で楽しみますよ。行事を率先して動かす存在こそ学級委員長というものですから。トレーナーさん知ってますか？サンタはものすごく早いのです。この私が逃すくらいに。メリークリスマス。トレーナーさんはいい子ですから、きっとサンタさんも来てくれますね。クリパがただの祭りになってんだけど。ゴルシとかさっき太鼓鳴らしてたし。ほっほっほ、良い子のトレーナーには後でウララサンタからプレゼントがあるぞい。みんなと雪合戦もしたいし、こたつでみかんも食べたいし、どっちにしようかな。大きなくっつしたカッチャリンましょう。にんじん山盛りもらいましょう。大きさ私くらいかな。100円
クスを踏んづけるのですが、クリスマスはより高まったパワーで特別な占いを。え、私の占いクリスマスと関係ありましたっけ？こんな寒い日に入る露天風呂は最高だ。はあ、温泉行きたいわ。はいはい、メリクリー。サンタさん、私に純粋さをプレゼントしてくれんかね。メリークリスマストレーナー。安心なさい、プレゼントは決めてきたわ。あとはあなたが買うだけよ。芯と滅却すれば火もまた涼しい。寒いと口に出すから寒くなるのよ。つまり温かいといえば、あ、